琴女の結婚式っぽいものはついに消滅。そう状態の時ビッチになり、3回手術したのをバラしたらしい。琴女婚約者からお礼を言われた。君の病気のすべてを知りたいと言われて、そこまで話すとは。良い嫁辞めてから、毎日が楽になった。今まで旦那の親兄弟だと思うから我慢してやったし、付き合ってきた。私たちの結婚式をダメにした琴女が転がり落ちてったのを見て、すっきりした。琴女の躁鬱がひどくなっても、こっちに預けてくるなよ。もうお前たちと関わりたくないから。琴女破談になっちゃった。琴女婚約者から目を覚まさせてくれて、ありがとうとお礼を言われた。婚約者は、琴女が一生かかっても治るかわからない病気で、発酵で自分が頑張って幸せにしなきゃ、となってたみたい。結婚するからには、君のすべてを知りたい、受け止めたい、と、琴女から過去を聞いたらしい。幸せになっていい女じゃない。そうの時ビッチになって、子供3回手術した。婚約者に聞くまで知らんかった。結婚しても、同じことをされたら怖い。受け止められない。だって。あはは。そりゃそうだ。ここからは、旦那経由でさらっと聞いてないけど、今式場のキャンセル料と婚約指輪の返還で揉めてるらしい。私は、良い嫁を辞めてから楽になった。うとめ、琴女らには、金輪際関わらない宣言をし、親戚を呼んで囲って文句言ってきたけど、夫婦揃って華麗にスルー。つい最近分かったのが、私らの結婚式に出席しないとなったのが、琴女が原因だったこと。私が、病気でこんなに辛いのに、式を挙げるなんて許せない。みたいな。幸せそうに、結婚式にドリーム描いてた私が憎かったとか。悪かったな。ドリーム描いてて。壊してやったんだから満足だろ。私も、琴女が転がり落ちていくのみ、だから楽しかったよ。昨日夫が乙女、琴女、婚約者父母兄と話をしてきた。琴女は、婚約解消は嫌だとひたすら泣いてたらしい。乙女は、慰謝料としてキャンセル料はそっち。指輪は返さないだって。これに婚約者両親激怒。慰謝料もらいたいのはこっち。キャンセル料は折半。指輪はもちろん返せ。夫が言うには親同士がヒートアップしていって。本人同士はまともに話せなくて困ったらしい。話の流れ的に琴女の手術のことは婚約者両親は知らないかったっぽい。互いの両親がうるさいので婚約者兄さんが追っ払い。琴女と婚約者の希望で夫は残り三者面談。婚約者と琴女は一回別れて、またよりを戻したらしい。その別れた間に、琴女は、辛さのあまり、ビッチになる、これで2回手術。そんな追い詰められた琴女を見て、またよりを戻し、琴女妊娠。琴女内緒で手術したらしい。薬の影響で、どんな子供が生まれるか怖かったらしい。婚約者は、すべての手術は、自分の責任だから受け止めて幸せにしたいと思ったらしい。自分の子供が無断で腹の内から引きずり出されたのが受け入れられない。キャンセル料も払う。指輪もいらない。慰謝料払う。だから別れてくれと。琴女も婚約者も夫も泣いて、婚約者兄さんが来て、みんなをなだめてくれて、解散。夫から話聞くまで琴女ざまとしか思わなかったけどなんか、もやもやが残った。琴女無事と言えるのか。結婚しました。先週式を挙げたそうです。私たちは出席しなかったんでわかりませんが。乙女から、夫へ、琴女夫ご両親の愚痴が流れてたのを、さらにまた聞きしました。琴女夫親は結婚に猛反対した。式にも来なかった。向こうの親戚がほとんど来なかったのも、琴女夫親たちが手を回したからだ。お前たちもうんぬん。で、夫が、俺たちに同じようなことしといて切れるなよ。
嫁子ちゃんなんか今まで我慢して親父たちと付き合ってたんだよ。俺、もう、そっちの家のごたごたに巻き込まれるの嫌。って言ってやったと誇らしげに言うので、なでなでしてあげました。ヘタレから、ノーマルくらいに進化したかな。エネミーな人っぽいんで、3年くらい持つかな。目が覚めたらことめやばいね。と夫と話してた。ことめ夫が、ことめ夫両親に離婚を洗脳されて困ってると、うとめが夫にヘルプしてきた。ことめ夫離婚決断。ことめが、私たちの赤ちゃんは、私たちが一緒にいることによってしか供養できないと反撃。ことめ夫再構築を決意。ことめ夫両親の洗脳が始まる。話を聞く限りこれのループ。ことめの家とことめ夫の実家は徒歩圏内なんで、ことめ夫を説得しようと、ことめ夫両親がよく来たるらしい。お互いエネエネしてて面白い。子供をネタに、夫を罪悪感を持たせて縛り付けてるところが大嫌いだ。旦那は、へたれながらも、うとめらとことめ夫両親らと戦ってて、教育の成果が見えてきた。ことめ夫両親は、うちにも電話をかけてきて、お姉さんのせいで、我が家はめちゃめちゃだとか、今ならまだ間に合う。もう席入ってるがな。ことめ夫の子供が見れないなんて、楽しみ奪われた。とか言ってくるわけ。知るか。自分の息子に言いなさいな。私が、ことめの病気のこと、チクったから味方と思われてるのかな。